工場の開所式にて、デイビッド・キャメロン首相日立、製作所ニュートン・エークリフ工場は、イギリス、イングランド北東部のダラム、ニュートン・エークリフに所在する、日立レールリミテッドの鉄道車両工場である。2013年に着工、8200万ポンドをかけて2015年に、完成した。日立製作所にとって、ヨーロッパ初の工場であり、 イーストコースト本線及びグレートウェスタン本線のインターシティ125-225の置き換え計画であるインターシティエクスプレス計画を日立製作所が受注したことで開設された。当工場では車両の製造は行っておらず、他の場所で製造された部品を組み立てるのみである。2017年10月時点では工場の雇用人数は1000人を超えている。 イギリス運輸省は2007年にインターシティ125の置き換えのために新型車両を導入することを決め2009年2月12日に日立製作所が主導する合弁企業であるアジリティトレインズが落札したと発表した2011年に日立製作所は新工場の場所としてイングランド北東部ダラムのニュートン A クリフにマーチャントプレイス開発が開発した 工業団地アマゾンパークを選定した。ヘントン駅の近くにあり、ティーズバレー線の線路に隣接した、面積4万3000平方キロメートルの用地である。2012年7月には、ファーストグレート、ウェスタントの契約の締結を受けて、建設を進めることを発表し、2013年11月1日に、シェファードグループと建設の契約が8200万ポンドで結ばれた。 建設の開始は同年中に予定され、2015年に生産開始、2016年に完全創業というスケジュールが立てられ、2014年6月に骨組みが完成、10月にはトッピングアウトが行われた。2015年9月3日には中西博明日立製作所会長、デイビッドキャメロン首相、ジョージ・オズボーン財務省ら出席のもと、開所式が行われた。 開所時点で420人の雇用を創出しており、最大でさらに700人以上を雇用するとされた。この地域では2015年にティーズサイド製鉄所が一部設備を残して閉鎖され、3000人が解雇されており、求人には1万6000人以上が応募したと報道されている。2016年1月にはエディンバラ・グラスゴー改善計画の一環として、 日立製作所が385系の製造契約を落札し、大半をニュートン・エークリフ工場で組み立てることが発表された。また、同年3月には、ファーストグループのトランスペナインエクスプレス、フランチャイズ落札を受け、802型がニュートン・エークリフ工場にて組み立てられることが発表された。また、イギリスの EU 離脱をめぐっては、中西博明は、 離脱が決まった場合には、ニュートン・エイクリフ工場への投資規模が縮小されることになると述べており、地元労働党議員で離脱反対派のフィル・ウィルソンはこれを強調している。2019年3月には、ファーストグループがイーストコーストトレーンズ向けに AT300 を5本発注した。これらは、ニュートン・エイクリフ工場で製造され、1億ポンドの 契約の一環として10年間日立が整備を受け負うことになっている。発表時、日立側は、ロンドン地下鉄の車両を置き換え計画でシーメンスに負けたばかりであり、新規の受注が必要だったと述べた。また、イーストミッドランズフランチャイズの電気、ディーゼル両用車両や、タインビアメトロの車両を置き換え計画に入札する予定だとした。同年7月、日立が、 イーストミッドランズレールウェイ向けに165両の車両を製造することが明らかになった。これらは編成あたりディーゼルエンジンを4機搭載した電気ディーゼル両用車両であり5両編成に蘇生される。ミッドランド本線の車両限界の関係上、車体長はインターシティエクスプレス計画の800.801-802、ガタより2メートル、 短い24メートルとなり、契約の金額は4億ポンドであるとされている。2020年1月、i f p 関連の受注が一段落したことから250人規模の人員削減を表明した。ニュートン A クリフ工場は31.5エーカーの面積があり、縦屋部分だけでも4万4四千平方メートルに上る。最大で月間35両の組み立てが可能である。 なお、工場は、ジョージ・スティーブンソンが世界で初めて旅客営業を行った蒸気機関車であるロコモーション1号を組み立てた場所の近くにある、ニュートン・エイ・クリフ工場街に並ぶ385系、800、3型、08系。ありがとうございます。